してたんだよ。え、急に始まるよ。こんにちは。またなんか来て。せやちゃん、お前引っかかっとるで。来るよね。ギャラバーサポート。え、はあ、なんやそれ、わからんて、なんやそれ。バイオハザードかな。どうも皆様こんにちは、カズヤがやってきました。そしてあの白い顔面もついにやってきました。このゲーム本当に待ちに待ってました。十数年ぶりにこのゲームが新作となってやってきました。いやー、これめっちゃ楽しみにしてたんだよ。僕はね、前回前々回とね、まあ、結構昔にはなるんだけど、4倍速でクリアしてみたり、スティッチでやってみたり、いろいろやってきましたね。では、やっていきましょう。オープニングあるじゃん。蒸し暑くなってきた。しかもボイスまである。一人の日本人男性が原付バイクで気ままな旅を楽しんでいた。なるほどね。旅をしてて、あそこに迷い込んだって感じなんだ。男性の名前は内田和樹。おう、和樹くん。カズヤと似てるね。いや、僕カズヤ、よろしく。福井県某所の奥深くのホテルへ向かっているが、目的地はまだ遠く、夕暮れが迫っている。コンビニエンスストアの駐車場で缶コーヒーを飲みながら地図を確認していると、あることが。それほんまに缶コーヒーですか？どう見てもビールにしか見えなかったんだけど。ここを通ればわざわざ森を回り込まなくても行けそうだな。地図には森の中を通る細い道が示されていて、目的地への近道に見えた。旅してんのに近道選んじゃうんだ。なんかわざわざ遠回りするイメージだけどね。コーヒーを一気に流し込み、愛車のハンドルを握った、まあ、コーヒー一気に飲む。ゴラー、ビール飲んどるから。ビール一気に流し込む。え、急に始まるやん。ちょっと待って。待って。オイルが不足してる。ガソリンもない。スパークプラグがいかれてる。タイヤがパンクしてる。壊れすぎやろ、お前の原付。うわ、足音。どうしたお前。ブリキ缶でも入っとるん。うるさー、足。あ、いたー。こんにちは。やー。こんばんは。いやー、もうね、真っ暗ですね。ねえ、でも、天気晴れてよかったですね。ねえ、ヨシエさん。いやー、ヨシエさん。足うる。いろいろうるせえな。取れねえし。え、取れないんですけど。あ、長押しだ。パッと取れないわ。ちょっと待て。怖ー。遅いな、なんか。やばい、逃げよう。とりあえず、こっちの、あれを開くでしょ。え、待って。鍵かかってる。なんか重いし。また。音楽怖すぎん？主人公のが足は速いんだ。待て、取れてないじゃん。長押ししないとダメなんだね。結構難易度上がってるくさいか？え、なに？待て。結構ね、全く同じ感じのリメイクかなって思ってたんだけど、意外にもすごい変わってる感あるね。足遅いな、あいつ。足なのか？ダイナマイトある！なんで？待って、ダイナマイトって。ちょ、待って。え、知らないとこあるんですけど。ここ僕の知ってる恐怖の森じゃないです。どこここ？え？鎖？チェーンを切れないかな？待って、音めっちゃ怖いね、今回。これなんだろうね。拾ってるけど。ガソリン？スパークプラグ？え、マジで違うんだ。デイナマイトあれ、破壊できないかな？いけないとこ多いな。あの、ヨシエさんここ入ってくんのかな？怖い。あ、普通に怖いわ。なんかすげえぐちょぐちょ言ってんだけど。だいぶ疲れてるな、主人公。息遣いが普通に怖いな。これ何なんだ？スパークプラグってやつか？でもこれ主人公にさ、バイクの知識なかったらさ、だいぶやばかったよね。直せないから。鍵かかってる。ダメか。何の音だよ！来て
てんのか来てねえのかどっちかはっきりしてくれ。来てんな、なんか来て、せやちょ、お前引っかかっとるて。頭めっちゃずっとるよ。待てこっちで行き止まりだっけ。行き止まり、やばい、まず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 い、やば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 い。あはははははは、内田和樹、体重まで家族に把握されとるんかお前。え、待って、だいぶ難しいぞ。あそこ鍵がないと入れないのね。オッケー、とりあえず拾うもん拾っちゃおう。うわ、これだいぶ難しいな。難しいゲーム大好き。ゲーマーの血が騒ぎますな。でもなんか原作よりも汚っ。何があった、この車に何があった。原作よりも吉江さんが遅いね。主人公の足も遅い気がする。あ、それ俺が4倍速やってるせい。よいしょ。なんだこの小屋。え、全然構造が違う。え、バナナ、えた、バナナ、おー、バナナ。こっちもなんかあるな。ん、沼に足取られると遅くなっちゃう。どこどこだ。なんか廃墟みたいなのあるぞ。こんにちは。吉江さん多分入ってくるよな。これ何、鍵があった。よしよしよし、これでどっか開けることができそうだね。なんか鍵ってどこの鍵とか決まってんのかな。スパークプラグか知らんけど、なんだかんださ、リメイクっつっても綺麗になっただけだろうとか思ってたけど、全然変わってるわ。え、どうすりゃいいんだ。もう全く手順がわからない。俺の知ってる知識をフル活用してもわからない。これは楽しめるぞ。電池結構落ちてんな。なんでこんな森の中に電池が落ちてんだよとはね、もう言っちゃダメです。はい、あ、吉江さん来てる。あ、ここあれだ、あの人いるとこだ。ほっ、この懐中ランタンとか使えない。こんにちは、この中にいるの。こんにちは。あ、でも何もいないわ。こっちか、吉江さん来ちゃうな。あ、スパークプラグ、スパークプラグ拾うの、なんかブワッブワッ。待って、ちょっと待って、橋落とせ、橋を落としてあいつを川に沈めるんや。近い。よし、主人公の足音がひたすら気になるお年頃です僕。ひたすら僕、あの主人公の足音気になりますもん。よし、うわ、ちっけえな。あのね、原作の吉江さんはね、後ろに歩き続けたら、あの、全然大丈夫だったんだけど、これダッシュボタンがあるっていうね。修理。さあ、あとオイルとガソリンとタイヤ。なっ、あ、来てる、こんにちは。あれ、女性、あれ、女性の、になってる。あれ、男の人じゃなかったっけ、気のせい。え、なんかめっちゃ可愛かったな。めっちゃ、めんこかったね。これ、ダイナマイトで壊したりできないか。なんかダイナマイトあったよね。ある程度距離を離さないとさ、あの地下洞窟みたいなところには入れないね。あそこまで入ってくるなら。取りたいものいっぱいあるけど、とりあえずね、探索をしたいな。この沼、足取られちゃいまーす。ダメでーす。沼に入っちゃダメでーす。そして大事なもの、なんか、スパークプラグとか、そういうのはさ、なんか拾ってる時間が長いから、こぎょっと。2個目。あんまりね、あの、時間をかけられない時に拾えないっていうね。これなんだろうね、このカードみたいな。クレジットカード？帰った時になんかいろいろできる。なんかバイクに関係なさそうだけどね。吉江さんどこら辺だ？あ、いるなー、吉江さん。君は輝いてるよ。存在感バッチン、バッチンよ。存在感バッチン、バッチンやね、あの人。これさー、これ、このまま入って大丈夫かな？でも鍵手に入れたから多分入れそうだよね。こんにちはー、どうもー。あ、これも時間かかる。よし、閉めらんない。うわ、構造変わってるな。あれ、来ないな。あ、来た。うん、あ、ピー。
思ったより声高い。やあ、怖い、お前、ゾンビなっとるやん。ここで負けるか。いや、負けないわ。こっちか。吉江さん来てるけど。ちょっと ASMR やめてください。おっさんの ASMR ほど不快なものはないです。え、開けんの時間かかんの。え、危ない。何これ、ニッパー。これで鎖が切れる。お前こっち来んのかい。無理だろ。ちょっと待って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 。え、待って、あいつら二人とも来んのかよ。おいおい、嘘だろ。なんかワンちゃんいない？なんかすげえ耳元でって言われるの、ちょっと深いすぎてさ、ちょっと無理ですよ。無理だぞ。ちょっと厳しいだぞ。さすがに厳しいって。無理だって。どうしたの。来るよね、来るよね。ギャラパルサポポンプラポン。あピー、声高いやつ多いな。ちょっと待って、他あった。これ何なんだ、これの正体を知りたい。でもこんな細い通路避けらんなくないか、寄せさん来たったら。なあ、おそさん、おそさん、ちょっと待って、二人がかりはちょっと厳しいです。あそこ最後開いた方がいいな。あいつが解放されてしまう。気持ち悪い、 ASMR が解放された。あいつ名前何やったっけな、あのおっさん。ちょっと早く来て、おっさん、おっさんと吉江さん、ねえ。かわいいな、かわいいかもしれんわ、こいつかわいいな。一緒の速度、一緒の速度じゃない、ちょっと足速くなった。ほい、おっさん来んなよ。 OK、近い。何の音これ。なんか上にいる、すげえ鼻息しないってめっちゃ聞こえるからさ。いやこれやばいな、あの洞窟に入ったらさ、あの二人に挟み撃ちされるんじゃない。行っちゃおう、とりあえず。ね、鎖切るやつでゲットしたから、で鍵も多分ね、もう一個ゲットしてるはずだから、これを使えばね、行けなかったとこに行けるはずなんだよ。いやー、あの状況、その、挟み撃ちとか行き止まりのとこ行っちゃったら終わっちゃうから、できるだけ道を覚えなきゃダメなんだけど、これだ。オッケー、これで回り道できる。何をゲットすればいい？でも、鎖があったよね。あの先に行けるんだろうけど、こう行き止まりだった気がする。だよね。でもこれ必要かもしんない。オッケー。これオイルか。これオイルっぽいな。見て上。電池バチバチあるよ。バチコリあるよ、ほんとに。電気屋さんやったかもしれんわ、この近くに住んどる人が。鎖なかったっけ？あった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 。え、何？え？はぁ？なんやそれ！わからんて！なんやそれ！そんな誰がわかんねえ！待って、これさ、足早いな、あなた。ちょっとさ、一緒に行動したいからさ、離れて歩きたかった。かわいいな。ちょっと待って、名前なんだっけ、あの人。めちゃめちゃ可愛くない？なんか前作から可愛さがアップグレードしてるね。これ見ただけでも結構ね、このゲーム買った意味があったね。本当に。わお！ピー！あいつの顔もだいぶ変わったね。なんか昔お母さんみたいな顔してたけどね、おかんって感じ。よし、いいよ。もう俺、吉江さんの顔はね、昔ね、この恐怖の森っていうゲームのこの吉江さんの顔がマジでトラウマだったのよ。でも今となってはもう愛らしい、ずっと見ていられる。可愛いね、吉江さん。待って待って、これさ、アイテム欄開いてる時さ、近づいてきてるね。ちょっと待って、アイテム見てらんないじゃん。てかアイテム欄なんかあったんだ。ねえ、見てる時だけさ、時間停止してくんない？歩いて。危ない危ない、今動かなかったんだけど。アンチはないんですか？昔はアンチ何個かあったんだよ。でも今回アンチが一個もねえな。こんにちは。お前は俺より足遅いからな。足と言っていいのか分かんないけど、ねえ。一等身だから、あの人ゆっくりしていってねって言ってるからね。ライター持ってる。
ライターでなんか火つけれるっぽいけど、なんだろうな。よし、戻ってきた。ここなんかいんな、やっぱ。え、これどうすりゃいいの？今だ！うわ、知らんってそれ。初見殺しにも程があるでしょ、今の。上ちゃんと確認しとかないとダメだな。ここもだ。今、よし。なんで大きいお手手に阻まれなきゃいけない。え、外なんだけど。あ、いる。いるときはダメなのか。今、よし。んで？どこ行けばいいの？あれ？特に行動に入ったからって何かあったわけではないぞ。え？何もないぞ。やばい、来てんな。さては来てんな。電池か。取ってる場合じゃない！待って、無理だって！無理だって！アイテム見よ。え、待って、だいぶきついぞ、このゲーム。あ、このアイテム、謎のデータってやつだわ。しかも、死ぬたびになくなる。うわ、マジでそういう収集もあるのか。だいぶだな。つまり、すべての、この、解析データを見るには、全部の、この、取ったものを持った状態でクリアしないとダメってこと？いやー、きついな、それ。どれ取り逃してるとかわかんないもんな。待って。今気づいたんだけどさ、左クリック連打するとさ、高速吐息中ができる。これで1コロやで。ここにおる人も1コロやだ、これで。ここにいるんでしょ？ね、ここにいるんでしょ？気持ち悪い。おい、カズキ気持ち悪いぞ。よし。どうもこんにちは。結構早いな、君。あ。あ、ハゲた、今。ごめんね。そんな可愛いのにハゲさせて。近っ、お前。いける。オッケー。ねえ、結構余裕でしょ？もう、言うてもね、4倍速をクリアした男ですから。任せてくださいよ。4倍速ですよ。4倍速。ダイナマイト。このダイナマイトって何に使うんだ？何かを破壊するには十分だ。待って、俺ライターゲットしてない。どっかでライターを手に入れたら、待って、まだ鎖、チェーンカッターとかないから出よう。ライターをゲットしたら、どっか爆破できんの？どっか爆破するより吉江さん爆破した方がよくない？万事解決な気がするけど、俺。ちょっと待ってよ、まあ、もうマジで。くそ、最悪、マジで。